はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 Life is Strange True Colors 先行配信ということで、メーカー様、スクエニ様からですね、先行配信用のプロダクトコードをいただきまして、まあ、発売前に、まあ、ぜひ、宣伝をお願いしますということで、まあ、なんでうちのチャンネルにそう依頼が来たのか謎ですけれども、なんかもっとね有名どころとかいっぱい、まあ、多分お願いはしてると思うんですけれども、まあ、せっかく、ね、宣伝の機会をいただきましたので、 Life is Strange True Colors をやっていきたいと思います。まあ、エピソード1のみでお願いしますということでお話しいただいているの で発売は2月の25日ですね。で、2月の25日の発売が来れば、まあ、その後もどんどんエピソード2以降も配信して大丈夫ですよということでお話をいただいているので、まあ、今回はエピソード1をやっていきたいと思います。で、 Life is Strange の True Colors 新作ということで、まあ、最初の Life is Strange はやりました。かなり面白かったですね。で、次の作品も出て、これ3作目とかになるのかな。ごめんなさい、宣伝用とか言って、だから全然チェックしてないんですけれども、まあ、とりあえずゲームの方やっていきましょう。大丈夫です、大丈夫です。調整から始まるのか、スキップします。それでは新しく始めるステフの物語を始め、ちょっとわかんないんだけど、いきなりわかんないです、すいません。でね、ゲームプレイ、そう XY 軸だから、こっちを上下逆にしたい、この設定にしたい。左右はそのままっていうのが、まああれですね。ちょっとわかんないから、とりあえずエピソード1は新しく始めるといいのかな。で、今回プレイステーション5版でやっていきます。アレックス、あ、ちなみに宣伝っていう名目なんですけど、全然内容とかチェックしてないです、すいません。もう本当にぶつけ本番でやります。あなたがこのグループホームに来てからの8年間、いろいろあったわね。はい。アレックス。これからはお兄さんと暮らすのね。そうです。お兄さんが住んでるのはコロラドのヘイブンスプリングスで合ってる？環境がガラッと変わるわね。そこで何をするかもう決まってるの？とりあえず兄と一緒にバーでバイトをするつもりです。人と接するってことね。まあ、あなたの問題についてお兄さんは知ってるの？その質問って今関係あるんですか？アレックス、あなたのことが心配だから聞いてるの。あなたにはこれまでいろんなことがあったから、幸せになってほしいのよ。兄にはあのことは伝えてません。ここを出たら普通の人生を歩みたいから。Life is Strange True Colors。 そう、主人公はなんか能力を持ってるんだよね。ちょっと表現的にはワンっていう表現をしますけど、ワンは時間を戻せるっていう。で、一回こういう行動を取ったけれども、あ、やべ失敗したみたいな感じになったら、時を戻してまたやり直しができるっていう。エピソード1サイド A。で、この主人公自体はもうなんか能力的なものが発言してるけど、ちょっと雰囲気的に制御はできてなさそうだよね。橋の上って言ってたっけ。じゃあ動きましょう。ダッシュとかあんのかな。とりあえずちょっと歩くしかできない。押し込む、まあ、視点は、まあ、このくらいの速さであれば若干なんか俺あんまり速いのついていけないからね。まあ、今のところは歩いていきましょう。やっぱ綺麗だな。
もうプレステ5買ったけどさ、なんか大してやってないからね。でもやっぱそう、テレビも買い替えたっていう、それはまあ前のゲームで言いましたけど、いや映像はめちゃ綺麗だやっぱり。物思いにふけるのをやめるとか。アレックス、本当に兄さんだ。こいつらなんで離れてたんだ。まあ学校とかに行ってたからかな。ああ、ついつい抱きしめちまったけど、8年ぶりとはいえやりすぎたか。そんなことないよ。全然この行動が未来を決める。兄さんにちょっと好意的に行くか。でもそれはさすがに力を入れすぎだって。兄弟仲は悪くなさそうだね。ようやく再会できた。夢じゃないよな。うん。あ、何かが見える。そばにいてやれなかったけど、ほんとでかくなったな。大きくなったでしょ。あ、うん、だいぶ経つ。なんだ、心読める経過。じゃあ行こうか。ノリノリで行こう。よし、レッツゴー。滑ったかも。かもな。でもいいテンションだ。そうだ、ブラックランタンに向かおう。まあ一応部屋はその上、喜んでるよっていうのを表現している。だね。バスで来たんだろ。疲れなかったか。大丈夫。途中の景色もすごかったし。おっと、ナイスタイミング。ほら、こちらはエレノア。この花屋のオーナーでヘイブンスプリングスみんなの母ってところだな。会うのをずっと楽しみにしてたのよ。よく来たわね。あなたのことは聞いてるわ。独身術持ってるのか、彼からいろいろとね。お世話になります。いい人だね。そうだろ。まあちょっとハグマだけどな。知ってる。あ、なるほど。まあハグはでもそこまでするもんじゃないんだ。なんかちょっと外国のイメージがつかないんだけど、もう挨拶とハグは一緒みたいな、握手とハグは一緒っていう感じではないね。あとアメリカが舞台っぽいけど、俺英語全然わかんないんで。フラワーズ。ちなみに左が何て書いてるかわかんない。ヘイブンツアーはこの店から始まるんだ。その通り。中についてくれば面白いショーも見れるぞ。ゲイブ、喧嘩中の彼女に仲直りの花を買うだ。へえ、面白そうだね。評判なんだぜ。ゲイブ何歳？兄さん。あら、ライリー、妹を連れてきたぜ。あなたの短所は？え、何？受験する大学の面接対策だよ。ゲイブが指導してくれててね。誠実に答えろってな。他に何かある？嘘とか？嘘っていうわけじゃなくて、伝え方を工夫するだけ。つい頑張りすぎちゃうとか、って犬をほっとけないとか。逆効果だっつってんのに聞かねえんだよ。はいはい、どう思う？え、うん、まあ誠実に行こう。誠実だからね。私だったら正直に話すかな。人柄で勝負するよ。ほらな。へえ、この兄にしてこの妹ありって感じね。そうかもね。
なあ、ちょっといいか。買う花を迷っててな。彼女が好きなひまわりか、謝るとき送るのに最適らしいこのスズラン。どうだ。これは謝るための、これを悩むね。謝るためのスズラン。うん、そうだな、謝ってるよっていうのをちょっと伝えたい。スズランかな。謝りたいんでしょ。そうだそうだ。まあそうだな、さすがアレックス。マックもたまにはお花を買ってくれたりしないかしら。まあないわね。やっぱり女性には花か。まだ付き合ってんのか。ええ、まあそうは言ってもいつまで続くかな。そうか、これつけで。ええ、つけでとか。面接のことをマックに言わないのか。ええ、いいのよ今は。まあいいけどな。もう出れるぞ。わかった。出る前にちょっと見てこうかな。これが見れる感じかね。オブジェクトに近づいて、まあ何かをしましょうと。見る。素敵な庭に絶対置かれてるやつ。なるほど。あ、そうか、三角か見るで他の行動を取れるときは四角とか丸とか×なんか手にするとか、多分そんな感じの。じょうろとか取れそうじゃん。見るしかできねえや。花束を突っ込むだけで何でもおしゃれにできるんだな。機能的だ。グリーティングカードも見る。ドアは出るね。なるほどね。養護施設に入れられて兄弟と8年間生き別れになってた時に使えるカードなんてないか。なるほど、養護施設に入れられてたんだ。じゃあ出よう。一応他のところも軽く見渡してみる。あ、ノーム人形、サングラスをかける。え、どのサングラス。下に置いてあった今。完璧。ワルモノームだな。ノームベル平和賞を取った子だよ。その冗談楽しい。まあね。これは巣箱。タイニーハウスはここでも人気か。で、一応花もありそうだね。ひまわり。スズラン喜んでくれるかな。まあ喧嘩中だからね。ちょっとその喧嘩の度合いにもよるけどね。この椅子多分座ったらダメなやつだよね。まあだから聞くっていうのもあったよね。なんか何やらかしたのみたいな。私もあらゆる花を枯らす秘訣って本出そうかな。ん？読む。大地の崩壊に包まれて。園芸ガイド。夢を叶える花壇。あ、これ多分上に載ってることか。メイキングザマジックガーデンリアル。本当の庭を作る魔法の方法。魔法のお庭の作り方。なんかもう直訳しかできんわ。じゃあそろそろ出ますか。行こう。てか花、ライリーまたな。買うのにつけてちょっとひどくないか。そんなにお金持ってないのみたいな。お金なさすぎでしょ。だって花買うっていうのをさ決めててお金を持ってこない。シャーロットとは何年くらい。3年くらいになるかな。何度も花を送ったんだろうね。まあな。風が出てきたら平気か。大丈夫です。あ、一応ちょっと別に寄り道っていうか見れるんだね。着いたぞ。ちょっと待って、見れねえわ。そうなんだ。あ、読むで多分日本語の訳みたいなのが出るんだ。葉っぱって何。2019年。あ、今2019年なの。サイレンが鳴りますって。へえ。兄さん、L2 長押し感情の、あ、感情のオーラか。色的にはなんか良くないよね。なんか負のオーラみたいな感じがするんだけど。話そう。そのお花
めっちゃ様になってる。そうだろ。ちょっと中で話してくるから待っててくれ。紹介は後でするからさ。悪いな。気にしないでいいよ。ちょっとじゃ済まないけどね。絶対。ん？君は？アレックスだよね。僕イーサン知ってるでしょ。ああ、シャーロットの。その本は？ナインスワーデン。ああ、静音の杖は見つかった？まだ見つかってないんだよね。10日の腕輪が必要なのに気づいてないからさ。え？まあ火より透明だな。子供の頃ずっと透明人間になりたかったな。あの腕輪が本当にあればいいのに。透明だったら何でもできるしね。誰にも負けないんじゃないかな。僕も漫画を描いてるんだ。よかったら見る？うん、見たいな。この子は将来漫画家とかになりたいのか。それあげる。レコード屋で売るのにたくさん作ったから。うわ、これはすごいね。面白そう。あれ、どっか出かけるの？鉱山だよ。なんで鉱山なんかに？鉱山のあちこちにトンネルがあってさ、入れそうなやつがあるんだ。鉱山のことはよく知らないけど、なんかすごく怖そうだね。ちょっと探検するだけだし大丈夫だよ。ちょっと危ないフラグだな。やっぱ話すんじゃなかった。いやまあどうだこれは。こっちやめろとは言わないよ。私と兄さんもいろんなとこを探検したし。ありがとう。じゃあ私レコード屋に行くね。本ありがとう。なんかロードの画面でもレコードが出てるから、なんかレコードがキーアイテムになったりするのかな。すごいな。サブタイトルがトゥルーカラーだから、確かに色を見るっていう意味でトゥルーカラーズなのかな。色を見れる能力。昔兄さんと一緒に来たお店みたいだ。バイトで稼いだお金を貯めて私のためにレコードを買ってくれたな。変なの、あれから何年も経ってるのにまたレコード屋で兄さんを待ってるなんて。でも今度は私が買う番だね。いや、どんな曲が好きか知らんぞ。ユニコーンサンドイッチゾンビパレード、なんか不吉だ。ユニコーンサンドイッチにしよう。お送りした曲はボムスクワッドのザ・ウェンズデーでした。次は最高にクールな子からのリクエスト。楽しんで。ごめん、
実は今閉店中なんだ。まあ勘違いするのも無理はないと思うけど。ってまさかアレックス？そうだけど。やっぱり。ああ、ゲイブから君のこと聞いてて。それでライアンだ。どうもよろしく。うん、普通は握手なんだね。それでこの街はどう？気に入った？いや、まあまだ来たばっかだからね。まださっき着いたばっかりだし、その何とも言えないって感じかな。そうか。まあもう帰りたいとか言われるよりはマシか。そうだね。で、閉店中って言ってたけど、なんでライアンは中にいたの？必要なものがあって開けてもらったとか？うん、まあそんなとこ。アウトドア好きなら覚えておきたい野鳥のさえずり全集。趣味が珍しいね。珍しい趣味だね。まあ確かにそうかもね。でもうちの職場の激推しなんだ。じゃあ仕事って？パークレンジャーなんだ。そういうことだったんだ。でもタイミング悪かったな。できれば兄さんに何かプレゼント買いたかったのに。まあ今もレコード聴いてるかわからないけど。聞くよ。誕生日にレコードプレイヤーもらってたし。そういえば取り置きがあったよ。勝手に見てもいいの？大丈夫、売れりゃ文句言わないよ。でも肝心のリストが見当たらないな。はあ、くそ、どこに行ったんだ。ごめんよ。私も探すの手伝うよ。どこから探したらいい？見当つかないな。ステフそこんとこ適当だし。あ、兄さん電話来て。ナインスワーデン、銀河戦争の英雄にして世界中の孤独な子供たちの憧れの存在。ちょっと待って、なんか来てたよね今メールみたいなの。あとなんかでこれで早く猫。これ別に、え、もしかしてこれが取り置きですか？驚かせる、動かす、見る、動かそう。大丈夫だよ、ちょっとだけだから。うわ、今のなし。気性が荒い。引っかかれなくてよかったな。この子リストの上から動きたくないみたい。おもちゃを使って気をそらせばどいてもらえるかも。探してみる。取り置き用ケース。兄さんが取り置きしたレコードはどれかな？楽譜、デモテープ。子供の頃は兄さんとデモテープを作るのが夢だった。叶わなかったな。水の緑、これ取れないか。ずっと動いてる。疲れないのかな。確かにこれで動くかって言われたら猫は動かないよね。クラリネット。この苦難の時代にはクラリネット入りのロックが決して金持ちのクラリネット吹きか。どっかにいないかな。1930年代にポーランドで製作されたこのクラリネットはかつてイゴール・ソービエースキ氏が所有していたもの。著名なクラリネットです。第二次世界大戦を生き延びました。アメリカへ移住しました。でミュージック会社みたいなのを設立しましたという感じです。ドラムセット。触ったら殺すか。本当かな。ここはなんかなさそうだね。とりあえずちょっと早歩きで講義のチラシとか。そんなこと言われましても。なんか作るのかな。町議会議員に住民の声を届けよう。反対。鉱山会社は住民の健康より利益を優先しています。ああ、なるほどね。なかなか難しいとこだよね。鉱山で潤ってる可能性もあるし、結局恩恵を受ける人と
被害を被る人、その対立になっちゃうからね。ギター、いやギターとかでもないし、カレンダーとかでもないよな。アレックス、掃除は勉強の一環なのよ。ああ、これはなんか予定だね。カレンダーに直接書き込んでる系か。ラジオブース、これ入れないよね、だって。今このラジオってなんか本当に放送されてんの？こんな小さな町にラジオ局があるなんて。町の放送をしてるのね。いや待って、本当にわかんねえ。無理やりどかしてみる。あ、猫の餌入れ。あ、関係ない。バルキリーってかっこいい名前。これをさ、猫のさ、なんかこっち側とかにちょいちょいちょいって。驚かせよう。手段がない。怒られた。ダメだ。それで動じない猫もなかなかだな。やるじゃないか。これ外にはまだ出れないよね。なんか外でなんか探すとか。あ、植物。あ、ダメか。なんか植物で猫じゃらし的な感じで。メランコリー&ザ・インフィニット・サットネスを聞いて泣くことは絶対にないだろうね。でもあと何かあるかって言われたら、でもこっち部屋が違うから、なんかありそうな雰囲気だけどない。水の緑も別に持っていけるわけじゃないし、デモテープも見たし、楽譜とかも関係ないし、ここはないな。この部屋ではないな。だけお前いつまで探してんの。アクションフィギュア。てかアクションフィギュアに手を伸ばせないんだけど。アクションフィギュアも別に動くとかじゃないからね。これなんか軽くポンポンポンってカーソル合わせるのが難しいんだけど。見る。いい趣味だね。浮いてるけど。まあそうだよね。助ける。猫のおもちゃはあった？ないな。で、ゲームだけど、どんなのを聞いてると思う？え、そんなのわからん。てかそもそも出てきてる選択肢がわからん。アコースティック EDM。兄さんならきっとアコースティック EDM にハマってると思う。アコースティック EDM？ 新しいでしょ？ああ、だね。まあ、リストを見てみればわかるか。早く猫のおもちゃを見つけよう。訪ねるレジ、棚。これはこっから探せってことか。引き出し。そこにない？セリーヌ・ディオンのベスト版はどうかな。それってまさかエッセンシャルセリーヌ・ディオン？彼女の歌最高だろ。ないな。金属の箱。ここに入ってないかな。金属の箱に入ってんの？お金とかそういうのが入ってそうだけど。あいつスマッシュマウスにハマってたりしないかな。それがそのカバーとか。いや、どうかな。チェ。なんか結局何が入ってるのかわかんない。レジ。レジの中は？ああ、ジャズのフルート演奏とかかもしれない。意識高い系のやつ。それ聞きながら映画の辛口レビュー書いたり。うん、ついでに高いコーヒーを飲みながらね。残念、ないな。結局なんだ、全部。あ、小物入れがあんじゃん。そこの箱の中は？これは期待大だよね。お、こんなところに隠れてたとはな。ほら。これ何？ネズミ的なやつ？気をつけて。私があの猫に惨殺されたら、兄さんのことは頼んだよ。おびき寄せる。食いついた。そのままついておいで。
可愛い。よし、やったよ。ならよかった。森の男らしい独創性あふれる解決策だっただろ。回収。読む。ゲイブ、タイニーブルーボット、ステフ・キャス・ジェド、ステフ・ゲイブ。あ、ゲイブもう一個あんね。キング・オブ・レオン3月26日。この2つ電話、な、電話、何これ。え、どうやって出んの。電話かかってきたってことじゃの。マジか。昔はいつも兄さんとレコードを聞いてた。そうしてると嫌なことも忘れられたんだ。ゲイブってどんな子供だった。いじるネタとかないかな。まあお調子者でいいや。かっこつけたがりのお調子者だったよ。ステージダイブだとか言ってベッドから飛び降りて足首痛めたりね。受けたな。君のおかげでもうゲイブいじりのネタには困らなそうだな。じゃあそろそろ会計しておこうか。まあ、結局兄貴が取り…おなんだ。は？まだなの？ほんと信じらんな。勘弁してよ。ここまで準備すんのにどんだけ時間かけたと思ってんの。ただ色が見えるだけだったら問題ないよね。なんか、あ、いや、連動すんの。こっちは仕事中なの、いけないよ。感情が連動するのかな。だから無理。人の仕事を何だと思う。ラジオの方は見といてやるから様子見てくれば。え、ちょっと待って、それマジ。プレイリストあるんだろ、心配すんな。人に任せていいの。あ、鳥の声はなしね。頼んだよ。ただ察してくれた。あいつラップ知らなすぎだわ。ライアン、できる男だ。少しびっくりしただけだ。平気。なんか少しびっくりしただけ。ごめん。ならよかった。ここにいるだろうと思ったぜ。仲直りできた。まあな。してる。お前のおかげだ。ありがとうな。しかし、もう俺の親友と会ってたとはな。何してたんだ。鳥の話。突っ込まれたらわからんぞ。鳥のさえずりの話、あと鳥の生態の話。鳥への愛が伝わってきたよ。つい。町の印象悪くすんなよ。ま、紹介するよ。さっき親友と言ったけどな、ヘイブンで最高のガイドでもあるんだぜ。それでこいつは町の名物バーテンダー。なあ、あのさ、さっきマックがお前を探してたぞ。しかも穏やかじゃない感じだった。あの件か。それより仕事だ。行かねえと。来いよ。後から行くよ。ラジオがあるから。ただレコードは買えずじまいで、渡せずじまいだったね。さっきからちょろちょろ出てくる兄さんだ。メールとか、いいか、電話的なやつ。いいか、これが分かんないな。面白そうなの読んでるな。まあね。来週末はラープだな。うん、だね。いいか、デンバーは遠いからな、覚悟しておけ。
ステーフも一緒の車で行くの？いや、あいつは準備があるから別行動だな。帰るとこか？仕事終わるまでブラックランタンにいろってお母さんが。でもできれば今日はうちにいたいんだけど、いいかな？ああ、いいぞ。でも宿題はちゃんとやっとけよ。わかったな。わかった。じゃあね。またね、イーサン。パパみたいなことも意外とできるんだ。パパだって？おいおい、何言ってんだ。パパっていうよりむしろ優しい兄貴だろ。いい子だよ。何でも話してくれるしな。鉱山に行く話はしなかったけどね。話したらイーサンを裏切ることになっちゃうかもしれないけど、どうしよう、話した方がいいかな。これは結構めちゃくちゃ重要っぽい。いや、どっちだ。いや、子供は純粋だからな、傷ついてしまう。イーサンの秘密を守ろう。どうした？いや、別に。なんか漫画に出てくる名コンビみたいだなって思って。だろ？やっぱりそう見えるよな。お母さんとのその関係以外は？俺が描いてる漫画じゃ普通だけどな。へえ。ん？そろそろ行くか。の街って聞いてたけど、イメージと全然違うね。そこら中作業員だらけかと思ってた。顔がすすまみるの？まあね。ここでは何を取ってるの？昔は銀だった。今は？ウランだ。ダイナマイトで山に穴を開けて掘り出すんだよ。へえ。今夜も爆発が聞こえるはずだぞ。すげえ音するし。そうなんだ。アレックス、ジェド、妹を紹介するよ。俺の親友のジェドだ。まったくこいつは相変わらずだな。ちゃんとボスと言え。バーのオーナーですね。ここ12年ほどな。よろしくな。いろいろ聞いてるよ。え？もうお前伝説だぜ。ほらばかりだな、こいつは。最近ずっとお前さんの話ばかりしてたぞ。まあこれはあんまり関係なさそうだからな。私だってそうでしたよ。てか兄さん以上に楽しみにしてたかも。いい子だな。そりゃどうも。部屋に連れてくよ。頼んだぞ。俺はエレノアと祭りの件で打ち合わせがあるからな。祭りのこと聞いたか？少しだけ。後で話せよ。ジェドがいると長引くしな。それじゃあ手短に伝えてやろう。楽しいぞ。ああ、そういえば気をつけろ。またマックがお前を探してたぞ。聞いたよ。知ってたか。ならいい、すまんな。さあもう時間だ。また後でな。どうも。マックって誰だっけ？平穏な感じじゃないな。で、お祭りして人集まるの？お前の想像以上はな。嘘だね。やばい儀式とかやってそうだし。さてどうかな。これが炭鉱掘りか、当時の。まあでも飲み屋さんはね、作業員が結構来てくれそうだから儲かりそうではあるよね、こういう街では。ちょっと気質とかが荒そうで運営が大変そうだけど。すごいな。
なんかゲーム引っ張んな。広すぎじゃない？広くて当然だろ。え、もっと小さいと思ってた。いい部屋って聞いてたからもっとこじんまりした感じを想像してたんだけど。悪かったな、城みたいで。でも本当、普通にびっくりした。で、この部屋な、お前にやるよ。俺は彼女と住んでるから。え、どういうことみたいな。ちょ、俺が聞きたい、どういうことだそれ。おい、許さんぞ。お前にやるってどういうこと。いや、そっちじゃない。この部屋がお前の帰る場所になるんだよ、今日からな。ゲイブ、お前が彼女と住んでることがどういうことだ。ま、せめてもの応援だよ。その、ありがとう。ああ、でも俺みたいに酔っ払ってボヤなんか起こすなよ。ジェドに殺されるからな。わかった。こういう一室でデーンと広い感じなんだね。またそんなジロジロ見てどうしたの？その、大人になったなってさ。そう？俺への感想は？ヒゲは予想外。ヒゲ生やしてるとは思わなかったな。知らないのか？コロラドに来るとな、立派なヒゲが生えてきてビールに詳しくなるんだぜ。あとスバル。ん？私もそうなるの？おう、それがコロラドにお前が受け入れられたって証だ。へえ、まあいいや。いいものがあるんだ。え？なんだ？あれ、いつの間に？全然気づかなかった。これ、頼んでたアルバムじゃん。はいはい、知ってるよ。お前のためだったのに。でも私が先に買っちゃったもんね。昔みたいだな。まさか。やめて。いや、無理だ。なんじゃそれ。なんなのそれ、さすがにズレすぎでしょ。もっと音楽に身を任せろよ。ほら。いや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 、無理無理無理、俺そういうの超苦手。私は遠慮しとく。陰キャだから。パッ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 パまあ、4時20分前、後ろの時計ね。ドアを強く叩く。出てくる。誰だ？お前か。マックか、こいつが。どうした？
なんだろう。あ、マックはあれか、花屋の姉ちゃんの彼氏かな。お前ら隠れてこそこそ会ってただろ。それは誤解だって。そういう関係か。そういう感じね、この男。てっきりあいつはやってんのかと思ったぜ。おい、誤解だって言ってるだろ。俺を騙せるとでも思ってるのか。ダメ、今は絶対にダメ。抑えないと。落ち着けって、アイリーに聞けばすぐにわかる。いいから正直に答えろ。L ボタン押しちゃったけど強っ、やばい。アレックスやめろ、おいやめろ。おお、誰かで構わず。ごめん。平気だ。ああ、拳に血が。これは。これはちょっと傷害事件レベルじゃないか。こいつイカれてるぞ。お前らマジで何なんだよ。本当にごめん。気にすんな。とりあえず赤は怒りの感情だね。まあその色に合わせてる感じか。待って。アレックス、いいんだ。仕事に行ってくる。いやでも指輪してるじゃん。指輪してるところぶん殴られたら相当だよね。大丈夫。制御できないっていうのが辛いね。絶対大丈夫。この力をどう生かしていくのかだよね。大丈夫。最初の作品はもう本当に時間を戻してやり直しができるっていう能力だったからもうめちゃくちゃ有効性高いけど、この能力をどううまく活用していくのかっていう活路を見出せない。荷物を出しておこう。ライアン電話。聞こえないんだ。本当ない。ちょっと待って。え？あ、これ？なるほど。やること二ほどきをする、ボランティア募集しますってメールが来て、これは普通にメールだよね。メッセージ全然見てない。いや、アレックス・ライアンだ。ステフ、ヤッホーステフだよ。これあれ？そんな早く連絡先交換したの？兄さん。ああ。凛先生。新生活がうまくいくように。あ、ユーザーをブロックしました。今後この番号からメッセージは表示されません。先生のこと拒絶したの？悪い先生ではなんかなさそうだったけどね。で、これ電話とかはもう
自由にはちょっとできないのか、手帳思い出で。これはあ、これで一つか、マイクロラ見なかったことにしよう。ここに移住してくるやつはうんざりだ、経済のためになっていようが知ったことか。昔のヘイブンが恋しい、マック。ああ、なんか愚痴なんだね、ゲイブ。これがこの街でうまくやっていく方法か。勝手にドリンク無料とか。逮捕者、ああ、これはなんか爆上がるって言ってたやつね。じゃあとりあえずバックかな。荷物だいぶ少ないよね。シュシュを取り出す、シュシュつけるんだ。シュシュ、綺麗な部屋。シュシュってそれ髪の毛のやつかと思った。でもこの汚れはいつも一緒にいてくれた証。ここでもよろしくね。漫画を取り出す。ああ、さっきもらったやつか。あの子才能あるよな。性能はデーモンハイにある、デーモンハイムにあるモンスターどもの要塞へ続く近道だ。崩れてしまっているのか。他の道を探さなければ。町の衛兵の制服だな、死んでからだいぶ経つようだ。血の跡、血痕はここで途切れているようだ。そうでないなら裏は空洞か。やはりな、やつはこの中を通ったに違いない。天空の大蛇の死骸だ、天井を突き破って落ちてきたのか。つまりもっと上へ登れれば隠された入り口を見つけられるかもしれないな。この大蛇が俺を乗せて飛んでくれればよかったが、まだ役に立ってくれそうだ。山頂の向こうのあの光は要塞の裏口に違いない。え、全然見てなかったわ。なるほどね、なるほど。大蛇の骨に乗ってなんとか届いたよ的な感じです。でバック、手紙。なんて書いてあるのか読めない。ライディのメモ。アイテムに宿る感情、そんなのもわかんの。あ、おかしいと思わないのか。あいつ、お前を狙ってるんだ。受験の相談に乗ってくれてるだけよ。親切にしてくれるからって絶対に下心があるとは限らないでしょ。高校中退で少年院上がりの野郎が親切心から受験の手伝いだって、信じらんねえな。そんなこと言わないでよ、ゲイブは友達だから手伝ってくれてるの。いや、こういう人大変だよね。シドニーから返事はないけど元気にしてるかな。アレックス元気にしてる、まだ施設にいる、実はアカウント消してしばらく隠れることにしたから一応知らせておこうと思ってみたいな。いい人だったな、迷惑かけちゃったけど。あ、オーガスト。あ、みんなアレックスに宛てた手紙か。薬で治ればよかったのに。あ、お医者さんもね、ちょっとやっぱり施設ではあの子と一緒に入れてよかった。引き出し、私の名前、何が入ってるんだろう。ここでの生活費。兄さん、こんなに私を探してたんだ。あ、施設にそう入れられると分かんなくなるのか、どこにいるのかとか。所在地は教えてくれなかった。いや、こういうの大変そうだよな。アニータとエドワルドにもいい人たちだったな。妹を探しています。残念ながらアレックスは施設に入ってから連絡が途絶えてしまい、今どこにいるか私たちには分かりません。アレックスと再会できるよう祈っています。お元気で。モラレス一家より。私を探すために
ここまでしてくれたんだ。あーなるほど、もう名前から検索していったんだ。いやすげえな。でもそれはめちゃくちゃ妹思いじゃん。それが再開できたのか。まあそれは確かに嬉しいよな。アヒルちゃんダービー準優勝者の妹なんてなかなか光栄だね。これ何？アヒルちゃんダービーってサイクリングツアー、アヒルちゃんダービー準優勝、優勝ではない。まあちょっといろいろあるけど、ゲームがあるじゃん。もうすでに用意してくれている。結構テレビも、え、これ左右にスピーカーついてるって、これアンプだよね多分。え、あ、まあでも2ちゃんか。真ん中がないから、まあ、2ちゃんだね。左右のスピーカーのみ。あ、それでもレコードプレイヤーを、あ、レコードプレイヤーってどっから音出んの？レコード本体から音が出んのかな。まあちょっともう少し荷ほどきをしますか。バック写真、私たち大人になったな。ああ子供の頃の写真か。写真撮って。まさか。お父さんとお母さんが、私たちが幸せだった頃の写真。あ、幸せだ。兄さんは父さんたちを切り落とさなかったんだね。あ、でもどうなんだろう。当時は良かったけど、何かあってなんか両親がって感じか。で、自分はもう父さんと母さんが嫌いで、その部分切り落としちゃったけど、お兄さんはそのままにしてたと。ではもう少しバック、手帳、はあ、手帳にさっきのこと書いた方がいいかな。あ、起こった出来事を綴っていく。これでもさっき見て、マックはライリーのスマホを見たって言ってたな。マジ最低。ああそれはちょっとひどいよね。もうスマホ見るとか、うん、なるほど。面接があります。で、面接があるから手伝ってっていうことをやったのか。そしたら彼氏がブチ切れたっていう。マック怒り、怒りの感情か。イザベル苦悩の感情、テッサ怒りの感情。これいつの？ちょっと前のやつ？赤々しい生々しい何か。あ、赤々しいじゃん。赤くて生々しい何か。自分の能力を分析してる感じだね。ああ、続きはまた今度にしよう。何かある？ギター、エロ本かと思った。ベッドの下といえばエロ本。まあ妹に使わせるんだから処分するよね。アレックス、兄さんたら。お前の早引きテクノを拝むのが待ちきれない。あ、うまいんだ。
で音を合わせてるんだよね。俺には全然わかんないけど。さて、さっきは兄さんの前で初対面の人をボコっちゃったけど、今の気分にぴったりな曲は何だろう。自分自身は沈んでるからね。When you were here before, couldn't look you in the eye. You're dressed like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world.I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here.Whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. God, I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo.What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. ギターまで用意してくれるなんて。なんかめっちゃ貧乏って感じではないね。なんかいろいろあるから、なんかそう貧乏な感じで苦労してんのかなってイメージだったけど。兄さんがこの機会をくれたんだ。絶対台無しにしちゃダメ。下に降りて兄さんと話さなきゃ。ん？壁の亀裂、壁を蹴ったのが一目瞭然だよ。あ、これ下ね。これはこうやってこう。ジョン・チェンさんは半年ほどでサン・ミゲルから転居されたようです。できれば転居先は分かりませんか。すみませんが、私たちでは分かりかねます。サン・ミゲル軍書機関事務所にお問い合わせいただきありがとうございました。おい、待ってくれ。ちょっと、あ、くそ。なるほど。まあただそれでちょっと壁を蹴っちゃうのはどうかと思うけどね。メキシコからこんにちは。いい出会いがあったんだね。兄さんは幸せ者だ。ゲイブ・チェン様、ゲイブへ。昨日手紙が届きました。私は元気でやっています。気分転換したいときはいつでも遊びに来てください。美味しい食べ物とお酒を用意して待っています。という感じ。アレックスとのことで進展があればお知らせてください。君たちが再会できることを願っております。レン、ここか。呪われた鉱山、これできんの？なんか始まったんだけど。呪われた鉱山、ちょ待って、わかんねえ。遊び方ノリロ。お化けに当たっちゃいけない。パワーアップ、すべて集める。追加ポイント獲得方法、より早くステージをクリアしよう。開始とかあるし。どこ俺。あ、来た。これこう来てジャンプとかあったっけ。あ、ジャンプできるわ。え、コインを全部集めなきゃいけないのかな。全部集めてクリアになるの、その面が。でお化けに当たんないように行きましょう的なね。お化けの方が早いのかな。あ、お化け増えたな。あー、落っこっちゃったよ。
あ、やっぱこれ全部集めて下に降りるっていう、そういうゲームですね。で、時間が経てば経つほどちょっとお化けが増えてきて、これもう積みじゃね？あ、積んだな、積んだ積んだ積んだ。なるほど。もういいですっていうゲームでした。ポスター、みんな仲良さそう。下の階に降りる。大丈夫だって。ダメよ、ちゃんと手当てしなきゃ。マックは手当てした。次はお前だ。この辺なんか特に痛そうだな。息すると痛むだろう。やっと会えたわね、シャーロット。喧嘩なんてごめんね、着いたばかりなのに。父さん、ゲイブは事務所に連れてくよ。ここの救急セットじゃ古くて使い物にならないしね。いや、大丈夫だって。いいから黙ってライアンについていけ。なあ、すぐ戻るよ。うん。やれやれ、じゃあ俺一人で店を見ないとな。結構にぎわってるね。素敵ね、お星様。うん、日によって落ちたり登ったり。じゃあ今日はどっち？いや、もうさっき喧嘩しちゃった。もうやらかしたから落ちてるよ。もう真っ逆さま。そう、まあ今はね。でもいい予感もしてるんだ。イーさんから漫画をもらったんだってね。あの子に好かれた証拠よ。イーさんはいい子だ。まだ少し話しただけだけど、あの子すごくいい子だね。ありがとう、私もそう思う。ビーフパイだ、熱いぞ。そんなん悪いわよ。飯を抜くつもりなんだろう。腹ペコじゃいいもんは作れん。じゃあ行くわね。今日中にお祭り用の作品を仕上げないといけないの。ごめんなさいね。気にしないで。会えてよかったわ。また今度話しましょう。うん。じゃ、またね。うん。店も結構広いな。奥の席だ。ビリヤード台とかあんじゃん。マック。あ、そうか、手当てしてるって言ってたよね。お、さっきの姉ちゃんじゃん、ラジオの。ゲイブから聞いたんだが、接客の経験があるらしいな。昔レストランで働いてたんだろ。嘘は良くない。ひどい嘘。そんな経験ないです。まったくあいつは。でも働いてみたいです、もし迷惑でなければ。できるかどうか試しにやってみるか。客もみんなフレンドリーだぞ。これでも、はい、酒が入って客同士で揉めたら大変だな。よし、じゃあ注文を取ってきてもらおう。ダッキーとダイアン、それからステフ、それと奥のテーブルを片付けてきてくれ。料理の注文は俺に。ここで店を見てるからな。いいか。はい。バイト代出んの？お前がいてくれて助かったよ。どうも。てか注文って。やるだけやってみよう。これでやること確認。え、どっち？あ、なるほどね。右上にあるね。やること、ダッキーとダイアンから注文取る、ステフから注文取る。ちょっとまず一人の方からにしよう。
でもいっぱい頼んできたら嫌だな。ヘイ、ステーフ。アレックス、よろしく。うん。注文したいものとかある？メモとか持ってないの？いや、大丈夫。ありがとう。そういうノリの注文の仕方？店でちゃんと話せなかったね。せっかくだし、少し話さない？今仕事中だ。あ、誰かと一緒、そのノート気になる。すまん、今仕事中なんだ。仕事に戻らなきゃ。またね。気になるが、新人のスマホの電源を切り忘れただけで報告されるなんて。ロッカーに置いてあるのは鳴っただけだっていうのに。結構ルールは厳しそうだな。あ、機密保持ね。じゃあ注文取りましょう。ご注文はありますか？アレックス、着いたんじゃな。ようやく会えたの。どうも。わしはレジナルド・マカリスター三世、ダッキーと呼んでくれ。起業家じゃったが今は引退しとる。こちらの女性はダイアン。よろしく。こちらこそ。私のこと、その誰から話を聞いたのかじゃろ。実はゲイブと親しくてな、いろいろと話を聞かせてもらってたんじゃ。ポートランドの出よね。私と同じ都会育ちね。田舎町は肌に合いそう？まあでも全然いいと思うよ。ずっと不安だったんですけど、でも結構気に入りました。なんかあったかくて。わかるわ、私も無理だと思ってた。でも山を見て人と出会って今では大好きよ。彼女は半年ほど前からこの町でタイフォン社の管理マネージャーをしておるんじゃ。町の新人同士、よろしくね。それでご注文は？そうだ、お腹空いてたの。私は特製パイとポテトをいただくわ。チーズバーガー、マッシュルーム入りと飲み物はいつものを。ジェドに言えばわかる。じゃあ伝えてきますね。お願い。いや、もうわかんないよ。父は軍にいたんです。電話。シャーロットのお店だね。え、ちょっと待って、電話どうすんの？メッセージ、これネットワーク、わかんねえ。はい、マスター。あの、ん？ダッキーたちの注文取ってきました。選択肢が出たらわかんないよ。いいぞ。はあ、わかんねえ。不安そうに見ている。早く言えと。もうどうした？チーズバーガー、マッシュルーム、マッシュは買った気がするんだよな。ハンバーガー、チーズバーガー、マッシュルーム入り、もう全員だ。チーズバーガー、マッシュルーム入り。よし、あとは特製パイとポテト。特製パイとフライドポテト。いつものやつもか。はい。ダッキーお気に入りのライウイスキーがあってな、いつもここに置いてあるんだ。うん、変だな、見当たらない。そうだ、思い出した。昨夜ダッキーが上に持って行ったんだ。閉店した後も上でゲイブと飲んでたからな。へえ、迷惑すぎる。まあお前に罪はないが、気が向いたら探してみてくれ。やつも喜ぶぞ。ああ、わからなければ一緒にいたパイクが知ってるかもしれん。この時間は大抵来てるんだが。まあ、すぐ来るだろう。ダッキーの大事なウイスキーを見つける手がかりが店のどこかにあるはずだ。いや、あと片さなくてね。ってかごめん、注文わかんないよ。合ってるか。片瀬ってどこだ？すまん、マック。うわ、まずい。あ、おびえか。怯えてる。まあ、そりゃそうだよな、こんなボコボコにされたんだから。多分近づいても大丈夫かな。ちょ、今のところこれはまあ
あれだね、一つの指標になってるね、大丈夫かダメかとか。うわ、なあちょっとだけいいか。え、無理、何なの。まあまあまあ、ちょっと話は聞こう。何なの。ほら、さっきの喧嘩のことだけどさ、ひどかっただろ。まあすいません。バッカみたい。あれが喧嘩？あれはあんたから兄さんを守っただけでしょ。ああ悪かった。もうすぐライリーが来る。かなり怒ってるから、そのさっき会ったことうまく説明して丸く収めたいんだ。ちょっとね、こいつに対してはいい印象はないな。まさか私に嘘の片棒を担げとでも言うの。違う、ただ黙ってて欲しいんだ。彼女のこと失いたくないんだ。付き合って4年経つ、彼女以外の人なんて考えられない。分かってくれ、頼む。いや、だけどさ。来た。あなた今度は一体何したの。その傷ひどいじゃないの。平気だよ。いや、やめて。こんな時に。ゲイブは？心配なのか。殴ったのが自分の彼氏なんだから当然でしょ。もう無理、別れましょう。言い訳があるなら聞いてあげるけど、ある？俺は悪くない、ただ話しに行っただけだ。何を。君のことだ。俺に隠れて会ってたわけを知りたくて。じゃあどうして喧嘩になんかなったの。いきなり殴られたんだよ。え、でも先に殴ったよね、兄を。いや、そのいきなりではないけど、始めたのはあいつだ。アレックス、今の本当？いやいやいや、まあ、このまま去るのはちょっと、まあ、これはもう本当に本当のことだな。悪いけど今のは真っ赤な嘘だね。そう、もう驚きもしないわ。本当のことを教えて、ライリー。殴ってきたのはむしろマックの方だよ。あなたと兄さんが寝てるって言い張ってね。なあ聞いてくれ、彼の顔は誰が。私。そう、まさに自業自得ね。話してくれてありがとう。なあ、そ、許してくれるよな。バカなこと言わないで。もう本当に信じらんないわ。本当に別れたりしないよな。そんなことよく聞けるわね。もう無理。アレックスか。来て早々マックを殴ったらしいな。俺はパイク、副保安官だ。署まで来てもらおうか。いや、まあしょうがないよね、ちょっとやりすぎた。逮捕されるってこと。事情聴取です。その顔、今の顔最高だよ、本当。ほら心配ないって、ちょっとしたドッキリってやつだ。ちょっとしてないぞ。ゲームにもよくやるんだよ。保安官のドッキリなんて意表つかれたな。騙しがいがあったよ。一杯おごろうか。ああ、今は仕事中なので。よし、
じゃあ飲みたくなったら言ってくれ。さて、片すのは片したし、あと酒か。酒のありかをタッキーとダイアン、もう一回話してみよう。あの、昨日の夜は兄さんの部屋で飲んでたんですよね。ボトルはどうしました？ああ、それが夕べのことは記憶がなくてな。本当に？スマホ見たら何か手がかりがあるかも。うん、見てくれ。見ていいの？こっから手がかりを探せって絶対無理じゃない？通知が半端ない。いいね。クマ、かわいそうにな。え、見なきゃよかった。お父さんの娘でいることがずっと辛かった、今さら寂しいと言われたからって。ああ、お願いについては考えておく。お父さんの写真見せておいた。まあ、仕事で忙しかったんだろうな。確かに見てはいけないものを見てしまった。残念、特には。そうか、それはすまんの。父は軍にいたんです。怖がっている客、黒歴史ギャラリーとか後ろにある。めっちゃ見てんですけど、どうやって話すんだ。こうやんの。あの子が野郎の顔を殴ったのか。恐ろしいな。もう有名人になっちゃった。こんなに近づいてきたら不審だよね。そうなんじゃな。この人たちとは特に話せないし、ダーツをやってる人たち、ニュースレターとかもないな。自力で探し出すか。ここではさす、あ、ちょっと早歩きになるのか。マスターパイク、あれ、パイクってさ、よう、アレックス、この時間になると来るって言ってた人だっけ。あ、ウイスキーについて聞く。昨日の夜兄さんたちと飲んだんですよね。どうかな。ラッキーがお気に入りのボトルをなくしたらしくて、多分2階で。マジか。どこか知りません。いや、俺は早めに帰ったし。ああ、ゲイブが作った黒歴史ギャラリーを見てみろ。ヒントがあるかもしれないぞ。あ、黒歴史ギャラリーってそういうことね。見てみます。ありがとう。なんか酔いつぶれてやっちゃった的な。じゃあ仕事に戻ります。じゃあまたな。仕事中だからね、ちょっと奢ってもらうのはまた今度にしよう。では黒歴史ギャラリー確認しますか。昨日の日付だ。寝てます。持ってる。ダッキーがあのソファーで寝てたならボトルもそこに。ダッキー、あ、ソファー、ちょっと階段、上の階に行く。さて、ラッキーのウイスキーはどこにあるのかな。まあ、ウイスキーだったらさ、なんかそんな変なとこにはなさそうだからね。なんか2階にあるよっていうのが分かればなんか探せばありそうだけどね。ソファー、読む。モッカリヒルストレートウイスキー 50%。 俺酒飲まないんで全然わかんないっす。ウイスキーありましたよ、2階の兄さんのソファーに。こりゃ嬉しい。ありがとう、アレックス。だから注文間違えたのは許してくれ。まあ、別に売り込むほどでもないからな。どういたしまして、継ぎましょうか。いや、いい、ここはわしが。決して諦めない名探偵アレックスに。アレックスに。
ダマ。いや注文合ってるか分かんないぞ。てかまあこういうバーの店員さんって客に言われたら飲んでいいのかな。ちょっとそこら辺のルールは分かんない。マスターの依頼は完了。完了したの。他にも仕事あるかな。やることは全部終わったのか。あ、まあ終わったよ。まあさっき言われたことは全部。他には何かあります？いやまあこの辺でいいだろう。戻ってきたか。大丈夫か。まあね、おかげさんで。よく働いてたぞ。マジか。話そう。屋上に来てくれ。うん。もう上がっていいぞ。今日はありがとう。お前さんがいれば助かりそうだ。怪我人を待たせるな。早く行ってやれ。はい。お疲れさん。いや時給つけてくれよ。さて、あ、電話。兄さん。だこの電話が分かんないの。本当に分かんない。だってメッセージ手帳もね。ちゃんと話さないと。電話って電話が来てるってこと、メッセージじゃないよね。だってメッセージはメッセージっぽかった気がするんだけどな。でもまあ兄にはこのことは言ってないからね。どこでカミングアウトするか。怪我はどうでしょうか。怪我はどう。まだ痛い。ねえ兄さん、本当にごめん。さっき飲んでたから酒は飲んでいい年齢なんだね。うん。カッコつけてる？いや。まあ少しは。でもお前がプロボクサーだったとはな。あれは本当にごめん。俺を雇ってくれよ。ほらセコンドで。もうだから本当にごめんってば。冗談だよ、気にすんな。俺の方だってわかってなかった。まあ、ここでちょっと私がヤバいって。そうじゃない、お前のこれまでの人生のことだよ。きつかったろ。別に。お前の殴り方慣れてる風だったからな。あの時は気づく余裕なかったけど、そういうことだろ。それもまたちょっと違うよね。喧嘩ばかりしてたの？施設では喧嘩ばっか。いつも。そりゃ慣れるよ。そうか。なんかこういう時こそ感情の色見えない。隠し事があるのは分かってる。
悩んでるんだろう。話してくれよ。全部打ち明けたいけど、あんなことした後だし、信じてもらえるのかな。なんかどっちも、いやでもこの兄ちゃん信じてくれそうな気がするけどな。私ちょっと変で、人の感情がわかるんだ。なぜかオーラみたいなのが見えて、強い感情だとその感情が私に乗り移ってきて、それでおかしくなる。いつからなんだ？もうずっと。さっきもマックの怒りがはっきりと私に伝わってきた。でも切れてるのは見りゃわかるだろう。マックはね、自分にも怒ってたよ。ライリーを失うかもしれないって。自分のせいでね。そういうとこまでわかるんだ。誰に聞いた？いや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 、これは真面目にいくでしょ。誰かに聞いたりしたわけじゃなくて、ただわかるの。確かなんだよな、それ。疑うのもわかるよ、兄さん。やっぱその普通じゃないからね。でもこれはマジ。俺の感情わかるか？まだ飲み足りないとか、なんか確かに条件とかあるのかな。今はわかんない。感情が高ぶってないと無理なんだよね。そうか。まあ信じられないよね、普通は。人の感情を感じられるんだよな。うん。心の中を覗く感じ？そんなとこかな。超能力じゃねえか。それはむしろ呪いだ。喧嘩になるし友達もできないのに、むしろ呪いなんだけど。すまんすまん、俺的には羨ましかったからさ。その俺が人の気持ちを全然わからないからって、シャーロットが先生になってその辺のことを教えてくれてるんだけど、お前は別次元だよ。心が読めるなんてさ、すごく特別だ。いやー、ちょっとね、制御できないっていうところがね、否定的になっちゃうよね。そんな風に思えない。兄さん殴っちゃうし、ありえない。そりゃもちろんいいことばっかじゃないだろう。でもお前は強い。その力をうまく使えばいいんだ。俺がついてるから頼ってくれ、いつでも。ゲイブ兄さんいいやつだな、マジで。
て。あのギターはいつくれるの？なんだ、見つけたのか。びっくりさせたかったのに。したよ。で、どうだ？うん、まあテンションは上がったよね。やばいね。テンション上がったよ。そうか。やっぱりな。よう、ライアン。よう。イーサンはいるか？あいつなら家にいるぞ。家にいないぞ。でも連絡がつかなくてさ。まったくあいつは。様子見てくる。ねえ、実はさっきイーさんと話したとき、鉱山に探検しに出かけるみたいなこと言ってた。え、なんで黙ってた？ごめん。もし本当に鉱山に行ったんならかなり危ない。行こう。そうだな。鉱山の危険度なんて分かんないよ、そんな来たばっかなんだから。爆破するって言ってたよね。夜か。俺は、あ、なんか鉱山の前にある施設みたいな感じかな。閉鎖されてんじゃん。抜け道みたいなところがイーサンあんのかな。イーサン、電話でいけ。トランシーバーかな。出てくれ。この穴から入ってったか。タイフォン車。なあ、こっちだ。普通に入れんの？久しぶりに来たけど、すごいありさまだな。仕事で来たりはしないのか？仕事で来たりはしないの？来ないよ。ここは私有地だし。昔は父さんと来たけど、その信用だってあの頃は掘り出すのに山を吹っ飛ばしたりしなかったから。どうだ？タイフォンの保安課と話ができた。爆破は中止にしてくれるってよ。はあ、不安の種が減ったな。おい、どうした？シャーロットも心配だ。彼女は強い。平気だよ。さ、探しに行こう。爆破をキャンセルって。ったく、俺たちがこんなことしたら親父に死ぬほど怒られだろうな。かなりの損害だよね。さっき私が止めてれば。それかすぐ兄さんに言えばよかったのに。気にするなって。お前のせいじゃない。うん、だけどさ。よし、探索開始だ。何かあれば言ってくれ。任せて。うん、多分。そもそも行動にはどこから入るんだ。電話。いや、マジで電話。あの二人別れたんだ。そりゃそうだよね。なるほどね。ステータス更新。やっぱこれなんだ、電話って。電話出るわけじゃないんだな。メッセージってことか。了解しました。で、多分物の思念を読み取れるから。ゾンビ人形とか。なんでそんなもん置いてあんの。ゾンビの癖して少しも怖くない。ゾンビっていう感じがしないからね。アイテムを取るとかそういうのではないから。
だよね。取れないよね、エアハンマーとかだって。今は後で必要になるかもしれないけど、人殺しに使えそうなものばっかり。ビールの樽、悪ガキどもの宴の跡が。まあ、とりあえずちょっと話してみるか。ここで何が？落盤だよ。たくさんの人が死にかけた。でもジェドがみんな助けたんだ。ああ、それがジェドが英雄と呼ばれるゆえんだ。でタイフォンはここを閉鎖してジェドにあの店を与えた。ん？これをモチーフにしてたのか。同じだ。ここを漫画のモデルにしたってこと？なるほど。この壁みたいのはあっちの方角ってことかな。どっち？まずここが封鎖されてるって話だったよね。そういえば封鎖されてます。で道探します。で血の跡、あ、これゾンビがあって、で血が途切れてるから裏は空洞。とりあえず見当たらないな。ここじゃ。これ見て。マジか。そっくりだ。漫画の主人公は地下にあるモンスターの巣を目指してるんだけど、この地下って行動が広がってる。入れないかな。漫画でもそう。だから主人公は別の道を探すのに見晴らし台を使ったみたいなんだけど、あれだ、イーサンはきっとあの小屋に行ったんだよ。すげえ。ああ、すごいな。ゲイブ、あの門を開けられるか。ああ、加工場を通り抜ける方法もあるんだけど閉まってるんだよな。調べてみよう。そうか、イーサンはこの場所を漫画にしたんだ。近くのものを漫画と比較すれば何かわかるかもしれない。血の跡っていうのはでもなんだろうね、作られてるはずだから。ゾンビがここにいるってことは、 こんな格好してんだ。死んでからだいぶ経つような血の跡で、これどこだ。門の方に。兄さんがこの漫画通りに行動に向かったなら同じようにすれば後を追えるはず。あれが どっちに血が伸びてるんだ。あ、こっちか。あ、でも空洞とか言っちゃう。ちょ、もう一回漫画見よう。血があって門みたいな壁なのこれ。裏が空洞。あ、壁の向こうになんかあるってことか。兄さんどうでしょうか。どう？勘が鈍ってはいるが、いけそうだぜ。そんなことしてたのか。なあ、さっきの話だけどさ、もしあいつが怯えてたら、わかるのか？離れてても。うん。試したことはないけど、でも、強い感情なら、いや、どうかな。うん、やっぱ無理か。でライアンは何かあったら言ってくれ。落書きされた。あ、これってこと。イーサンはここに入ってったの。え、これをどかして後ろに行ったってこと。この裏ってもしかして入り口？さあどうだろうな。開けよう。
ああ。よく見つけたよな、そもそも E さんは。これも漫画にあった通り。なるほど、漫画の先を描きたくて徐々に忍び込んでいったんだね、多分。電気つけてくるから、Eさんを探してくれ。さて、Eさんはどうやって反対側に出たんだ。上を登っていくんだよね。大蛇が何を比喩しているか、とりあえず上へ行ってみるか。会話中に R1 でオブジェクト切り替える。え、なんか確かに何、え、知らんかな。いや、赤。その2つならどう。あの子は上に行ったはず。赤とか適当すぎだろ。 E さんはこの階段登ってったみたい。動かす。赤かって言われたらコントロールパネルとか見ればよかったんじゃないの。こんだけボタンが並んでると押したくなるけど。そういうわけではないか。まあ一旦とりあえず。絶対やばいことになりそう。上に行こう。あとはもう知らん。関係者関係ドア。警告。これ以上上に登んなって感じかな。今さら注意って言われてもね。セキュリティザルだよね。窓。ああ、なるほど。この窓か。ベルトコンベア、これに乗っていったのかな。よし、あと少しだ。で、比べる。いや、でもこれにさ、よじ登っていくって相当怖いんじゃない。まだ役に立ってくれそうだ。ジャーンプってしてるよね。Eさんはベルトコンベアに飛び乗ったってこと？うん。私は他の道を探そう。うん、まあそうなるよね。ベルトコンベアを伝って小屋まで渡ったみたい。クランク。マジか。離れて。とりあえずここは開いた。うまくいったな。うん、まさか手動だったなんてね。さすが廃墟だな。あ、廃墟なんだ。もう漫画にはない。いや、漫画はもうだからどうやってあとは上に行くか。まだ使われてた頃から危険がいっぱいだったってことね。ああ、マジ安心。関係者専用ドア。漫画と関係なし。そうだね、それは分かる。漫画と関係なし。いや、待って。はいはい、入らないよ。言われなくてもね。とりあえずこっちからはいけないから、一回下に降りて別の道を探す。てかどっから降りるんだっけ。ここか。金属の屋根。いや、これも関係はない。ボロボロで不気味だな。私たちが中にいる間は絶対潰れないだよね。ランチボックスとかも関係ないよね。
お菓子とか何かいいもの入ってるかも。いやなんか、いやいや、こんな廃墟のとこにさ、ベルトコンベアがこれ。で、走るとかはできないんだよね。ちょっと早歩き的な感じになる。で、コントロールパネルも絶対関係ないし、電話。この受話器を取ったら、めっちゃ恐ろしい悪魔の声が聞こえてきそうな気がする。ここから入ってきたのか。結構なんか余裕あるよね。で、落書きはこっちから入ってきました。で、あ、開いたから開いた方に行けばいいのかな。うん、なんか不吉だな。カラスマットです。あっち側に行けるようになったってこと？ライアン。おお。感情が出ているけど、若干怯えてるのかな？アレックスの言う通り、あの漫画が手がかりになればいいんだけど。そうだね。あれ、遅かったな。体が覚えてるってやつかね。余裕だった。さて次は。4、山頂の向こうのあの光は要塞の裏口に違いない。あの光ってどの光？あの太陽みたいになってるのか。月か。西野は見晴らし台から辺りを見回してモンスターの巣の入り口を見つけた。だから同じように見渡せば。あれだ、きっとあそこだよ。谷の方が。くそ、急ごう。この辺か。さすがレンジャー、装備は充実してるよ。ああ俺ら手ぶらだからね。イーサン、どこだ。イーサン、おお、色が見える。紫は恐怖か。うお、こいつ。イーサン、アレックス、怖いよ。そりゃそうだよ。今助けてやるからな。いや、ちょっと待て。子供の体重しか耐えられないかこれ。イーサン、平気か。心配いらないからな。待ってろよ。いや、いや、ダメ、絶対来ないで。恐怖が溢れ出してる。近づけば私も。確かに恐怖に飲まれるな。ダメだ、俺たちじゃ重すぎる。はあ、私が行く。え、本気か。前を教えたビレーのやり方は覚えてるか。よし、頼む。命綱ってことか。平気？怖いかもね。
頼む、あいつを喜ばせてくれかも。いや、そんなこんな状況じゃ無理だけど。無理もないな。じゃあちょっと深呼吸しようか。よし、落ち着いていけばうまくいくさ。なあ、こっちを見てくれないか。これからこのロープを君に巻く。ゲイブにもつながってるやつだ。あの切り株を支点にして体を支える。いい、分かった。よし、さすがアレックスだ。それと覚えておいて、ゆっくり進むのが成功への近道だ。頼んだよ。任せて。これさ、向こうに行ったところでどうすんの？連れて帰ってこれんの？なんかこういうのってさ、立って行った方がいいのかさ、こう張って行った方がいいのか、なんか張って行った方がさ。待ってて、今助けてあげる。やっぱ自分で動くわ。ちょっと視点を。いい感じだぞ。来ないで、危ないよ。え、ちょっと待って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 。大丈夫。大丈夫、心配しないで。でも。ねえ、ほら、助けに来たよ。ダメ。え、なんかいるの？モンスターでもいるの？あ、恐怖が。このままじゃ無理。まずはイーサンを落ち着かせないと。もう大丈夫だから。深呼吸して。とこ来なきゃよかった。僕には無理だったんだ。うん、分かった。少し整理しよっか。どうやってここに来たの？この木の上を歩いてたら、それが落ちて。そっか。だけど今度は落ちたりしないよ。うん、まあロープだからね。兄さんがね、ロープの端を持ってくれてるから。でもこの場所から出たりしたら絶対に落ちないから。そうじゃない。そうじゃないってどういうこと？落ち着かせないと。早く向こうに戻ろう。ここはできないよ。あいつに見つかりたくない。何に見つかるの？どうせわかんないよ。うん、わかんない。怖がってる理由を理解できれば説得できるかもしれないけど、そうするにはこの子の感情に触れるしか方法が。ああ、もうなんでこんなことに。恐怖を受け止めて恐怖の原因を。大丈夫、やってみせる。探る。漫画。漫画のヒーローなら。ヒーローなら。でも漫画と現実は違う。違う。そうか。
落ちるのが怖いんじゃない、この子が本当に怖がってるの。絶対に嫌だ、見つかりたくない。そんなはずないのに、ああもう本当にいるみたい。ねえ、私も分かったよ、あそこにモンスターがいる。マジで怖いよね。でも平気、私ね、透明だから、透明だから。透過の腕は知ってるでしょ。本当にあったんだ、モンスターだっているし、これだって本当だよ。ほら、手を握って、これなら見つからないでしょ。私がついてる、大丈夫だよ。心配するな。けどさ、まずい、余計に怖がらせちゃった。この木折れない？一度渡ってるし大丈夫。大丈夫、さっきも私が渡ってきたでしょ。今度はダメかもよ。私の感情はイーサン次第、安心させてあげないと。選択肢で落ちるとかあんのかな。いやでも、いや本当よく落ちないよな。あと少し、よし、もう大丈夫だ。なんとか渡りきった。なんか救助とか待っててもよかったんじゃない？あ、爆破してる。
探検の代償。はい、ということでここでエピソード1が終了ですかね。まあ、これで次のエピソードに行くことができますけれども、フレンドリーデータ確認する、そういうこと。あ、まあ一応なんかチェックみたいなのがあるんだね。仕事ぶりを褒められた。 89% って 100% 達成してないってこと？あれだ、多分メニュー間違えてるのかな、ちょっとわかんないけど。あ、これはあれか、どっちの選択肢を選んだのかってことか。ジェドに仕事ぶりを褒められなかった人は 1% いるよみたいな。え、そうなの？褒められなかった人もいたんだ。仕事の経験について疑われたとか。なるほどね、そういうのが見ることができるということか。ステフとジュークボックスゲームをしなかった。俺少数派だな。で、これは、あ、なるほど、話を合わせた、話を合わせなかった。ギターをもらって嬉しかったとゲイブに伝えたのは 97%。 おお、なるほどね、もうみんなそうだねっていう感じですね。ということで、Life is Strange、True Colors ということで、今回は色を感じ取って、まあ、事件というか、まあ、物語を進めていくというような、お話になります。まあ、主人公がちょっと制御できないっていうところが、まあ、なかなか辛いところはあると思いますけれども、まあ、続きが気になる方、他の選択肢が気になる方、まあ、あとね、寄り道とかも、他気になる方いらっしゃいましたら、発売日は2月の25日金曜日になりますので、まあ、ぜひ購入してやってみていただければと思います。まあ、ちょっと長くなりましたけれども、エピソード1、1本ということで、まとめたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともね、チャンネル登録、高評価等していただければ幸いです。また、なんだっけ、プレイデータ提供してくださったスケン様、どうもありがとうございました。では今回の動画はこれにて終了させていただきます。お疲れ様でした。